マラーティー語映画はインドの映画のうちマラーティー語で制作された映画であり、マハーラーシュトラ州ムンバイに拠点を置く映画産業を指す。同映画産業はインド映画の中で最も歴史が古く映画産業のパイオニアの一つとされている。1912年にダーダーサーハバトールネイが監督したシュレ・プンドリックが最初のマラーティー語映画であり、1932年には 最初のマラーティーゴトーキー映画、アイドヨーチャ・ラジャーが公開された。ムンバイはインド映画で最大の規模を誇るヒンディー語映画の産業拠点でもあり、マラーティー語映画の規模は小さいが娯楽税を免除されており、成長を維持している。シュレ・プンドリックの広告、ラジャハリシュ・チャンドラのワンシーン1912年5月18日にダーダーサーハバ・トールネーが監督した。 シュレ・プンドリックが公開され、同作は最初のマラヤーラム語映画となった。1913年にはダーダーサーハバ・パール・ケが監督したラジャハリシュ・チャンドラが公開され、マラウティー人スタッフとマラウティー語で撮影が行われた、同作はインド国際映画祭でマラウティー語映画として扱われている。コール・ハープルには映画制作会社が20社あり、映画制作の拠点として発展した。 1918年にバーブラー・オ・パインタルがマハーラー・シュトラ映画会社を設立し、1920年にサイランホリーを制作した。彼は1930年までの間に数多くのサイレント映画を制作したが、トーキー映画の台頭に伴い、マハーラー・シュトラ映画会社を解散した。彼はトーキー映画の登場がそれまで気づいてきた。 資格文化を破壊することになると信じていたため、陶器映画の制作には興味を示さなかった。インド映画産業の成長に伴い制作会社が増加したが、その中で主要な制作会社の一つとして登場したのが、マラウティ人が所有するプラバート映画会社だった。同社が制作したサントゥカレムは1937年にベネツィア国際映画祭で最優秀作品賞を 受賞し、同賞を受賞した、最初のインド映画となった。1五十三年にプラハード・ケーシア・ブアトレイが、監督した、シャイ・アム・チャー・アイは、第一回ナショナルフィルムアワードで、ナショナルフィルムアワード最優秀長編映画賞を受賞している。マヘイ・シコータレ・サチン・マラーティーゴ映画の黄金時代には、V. シャンタラム、マスタル・ィナヤック、バール・ジー・ペンダルカル、プラハード・ケーシア・ブアトレイ、 ラージャ・パランジャペ、ジョー・ティラーム、ソーナル、ムンタズ、ディンカール・ディ・パティル、ガジャナンディ・ガンバル・マドグルカル、スディール・パード系、ラージャ・タークルが映画産業を支えた。1960年代には、タマーシャに基づいて映画を制作したアナント・マーニや、伝統的な家族ドラマを題材とした映画を制作しただったダルマディカリ、ラージ、ダットのような映画制作者が登場した。 1970年代には、ダーダーコンド系がコメディ、政治的、社会的テーマを題材とした風刺映画を制作し、これらの大半はカルト映画として人気を集めている。この時期のマラーティーゴ映画は、タマーシャや家族ドラマを題材とした映画や、コンド系のコメディ映画が人気を集めた。1980年代に入ると、アショーク、サラーフ、 ラクシミカントバルデのようなコメディスターやマイシュコータレ、サチンなどの映画制作者が登場した。コータレはダムダだが、サチンはネイブリーマイルネイブローやらを監督して工業的な成功を収め、特にコータレの作品は若年層をマラーティー語映画に呼び込む潮流を作った。コータレはコメディ映画でヒットを続け、マラーティー語映画で最初のシネマスコープ映画、 ダダカバスを制作している。マラーティー語映画はインド全域で認知されるようになったものの、映画産業は核となるジャンルを確立することができなかった。主な理由として、マラーティー語映画のアイデンティティを侵害するヒンディー語映画の産業拠点が同じムンバイに存在していることが挙げられており、その他の要因としては、マーケティング不備による配給不足、資金集めの失敗、 テレビの普及などが挙げられる。さらに、マハーラーシュトラ州政府もヒンディー語映画を主要産業として奨励したため、西ベンガル映画や南インド映画のような政治レベルの支援を得られなかったことも大きな要因となっている。パレーシュモカシューメシュビナヤッククルカルニー、マラーティー語映画は工業面だけではなく非表面でも成功作を数多く制作し、そこから 従来題材とされていなかった作品や深い人間性を描いた作品が登場した。ジャバール・パテールはマラウティー語映画の新しい潮流について現在制作されているマラウティー語映画はフレッシュであり、そして異なっています。これは監督や脚本家がテレビや映画祭を通じて世界中の映画に触れるようになったためです。 彼らは新しいストーリーと革新的なコンセプトを作り出していますと語っている。マラーティー語映画は監督やプロデューサーの努力により2010年初頭には工業面や非表面でヒンディー語映画など他の言語映画を上回る成果を上げた。2003年にコータレはチムニー・パカーで初めてドルビーデジタルをマラーティー語映画に導入し2004年には デジタル特殊効果を導入してパッチハドルラを制作した。2004年に公開されたシュワスはナショナルフィルムアワード最優秀長編映画賞を受賞し第77回アカデミー賞の外国語映画賞インド代表作品に選出された。2009年にパレーシボカ氏が監督したハーチチェンラチファクトリーが公開された。同作はダーダーサーハバパールケート ラジャー・ハーチ・チャンドラ製作を描いた電気映画であり、マラーティー語映画として、シュワス以来2本目となるアカデミー外国語映画賞、インド代表作品に選出された。マハーラーシュトラ州政府は、マラーティー語映画振興のために150万ルピーから200万ルピーの助成金制度を設けている。また、シュワスの成功を受け、シュリンガルフィルムズや G テレフィルムなどの製作会社が、 マラーティー語映画に関心を寄せるようになった。さらに G マラーティーやカラーズマーラーティーなどのテレビチャンネルで往年のマラーティー語映画が放映されたことで、マラーティー語映画の宣伝につながった。この他にマラーティー語映画専門、チャンネル G トーキーズが開設されている。2010年代に入ると、梅シュビナヤッククルカルニーのビハーやディール、ナグラージマンジュレの フンドリーなどの芸術映画が登場し、マラーティー語映画に新しいジャンルを確立した。2010年に公開されたミュージカル映画、ナターンはブロックバスターを記録して評価からも高く評価され、マラーティー語映画の先駆的作品に位置づけられている。2013年にはマラーティー語映画初の 3D 映画、ザパトルラ2が公開された。2016年に、 ナグラージが監督したサイロットは、リンクラージグル、アーカシュソーサルが主要キャストを務め、マラーティー語映画で初めて興行収入が10億ルピーを超えた作品となり、マハーラーシュトラ州では公開日数が100日を超えた。ありがとうございます。